はい、こんにちは。心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー、おさいでございます。この度の北海道いぶり東部地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。本日、2018年11月17日現在では、北海道会場を除き、第1回公認心理試験が終了しています。北海道会場の受験者のための追加試験は、 2018年12月16日に決定しましまたね弊社では公認心理師推進ネットワークの講演を務めるなど本資格の成立に微力ながら尽力してまいりましたがこの度の試験ではえ受験者の皆様を応援する企画として公認心理師試験出題基準いわゆるブルーブリントの大項目ごとに簡単に解説を行う生放送動画のアーカイブを24夜連続で公開しました。 また試験当日には心ジョブさんの回答速報の監修を行いました今回は回答速報に携わったスタッフの記憶や記録に基づき全154問を順に振り返る生放送を行ってまいります受験者の方はご自身の受験の振り返り見解の整理自らの専門的立場の、えー、再確認など自己検査のために これから受験される方は第1回試験の出題例の確認見解の分かれる出題例の把握など工学のためにお役立てくださいなお先ほど申し上げましたとおり動画内でご紹介する問いは回答速報を担当したスタッフらが記憶,や記憶や記録に基づき再現したものです実際に出題された問題とはそごがある場合がございますあらかじめご了承くださいそれでは本日は 142から問144を見てまいりましょう。